皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂です。さて小坂先生、はい、前回から多治見西高等学校附属中学校の小木曽健吾先生にお越しいただいているんですけども、 iPad 免許制度、面白い取り組みでしたね。はい、アイデアとして面白いだけじゃなくて、それをしっかり機能させているところがすごいなと思いました。本当そうですよね。また後編では小木曽先生ご自身の数学の授業実践ご紹介いただけそうですよ。小木曽先生はアイデアマンという、ね、ところもあるんですけど、さらにその実現力あるっていうところの先生としても注目したいと思いますので、しっかりとそのご自身の専門の数学の授業、どんなことをやってるのか見てみたいなと思います。はい、ということで後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして、多治見西高等学校附属中学校の小木曽健吾先生。プレゼンタイトルは田舎私立中でも先進的な挑戦をです。小木曽先生、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ。今回は田舎私立中でも先進的な挑戦を後編、 ICT で数学の授業をデザインについてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。今回は4つのお話をさせていただきます。1つ目、授業の新しい軸。2つ目、授業を因数分解。3つ目、授業を組み立て。4つ目、評価についてのお話をさせていただきます。まず新しい軸についてです。新しい軸の前に、まず今までの軸についてちょっと確認してみたいと思います。まず今までの軸は主に先生主導の授業なのか、生徒主導の授業なのかを、どういうクラスの形態で行うのかで考えられていたのではないかなと思っております。一斉授業なのか、グループワークなのか、個別にやるのかということですね。こちらに新たにアナログとデジタルをどう使うのかという軸が増えたと考えています。つまり授業の次元が変わったというふうに捉えることはできないでしょうか。そして私たちは生徒主導でアナログもデジタルも使いながらという、このあたりの実践を考えていきたいなというのが今の実情ではないかと考えています。では授業を因数分解してみたいと思います。これは先ほどの実践を考えるにあたってちょっと細かく分けてみた方がいいのかなということで、先にお話しさせていただきます。授業因数分解というのはですね、1時間の授業の中でどういったことを行っているのか、時間を区切ったりしてちょっと捉えてみようという考え方です。例えば今日の目標を確認する時間だったり、教科書の内容を確認する時間だったり、1時間のまとめをする時間だったり、こんなところがあったりするのかなと思います。もう少し詳しく見てみますと、例えばグループワークをする時間とか、自分の考えを書く時間とか、数学に限らなければ音読をするとか、実技をするとか、練習をするとか、まあ、いろいろなことが授業の中で行われるのではないかなと思います。まずこの因数分解して細かくパーツに分けておくっていうことを考えてみるのは大事かなと思っています。その上で授業を組み立てるということを考えてみたいなと思います。一例として私の最近の授業についてちょっとご紹介しながら、あ、このような考え方があるのかと思っていただけたら嬉しく思います。ちょっと見にくいかもしれませんけども、1時間の授業を横軸にとってみました。左側に開始、真ん中で半分、右側が授業終了の1時間というイメージです。こういった中で、例えば私は最初の方で復習をしたり、今日の目標を確認したり、教科書の内容をみんなでチェックしたりっていうふうな時間をとっていますけれども、ここをどのような形で行っているかというと、先生主導で一斉でっていう形で行っています。特に復習の時間は、子どもたちに数学の定着を図ることが大切だと思いますので、似たような問題を繰り返しやることで定着を図りたいということで、教員主導で一斉という形をとっています。
そして子どもたちにその問題を配ったりとかする際になんですけれども、本校ではロイロノートを使って授業をするのですが、どうもカードにして授業をするとたくさんのカードを送りすぎてしまうという欠点もありまして、私はこのように一つの授業を一枚のシートにまとめてしまって、1時間に送るカードを1枚にするというような形で取り組んでいます。左上の方に教員から子どもたちへ渡したいもの、右上が生徒たちが取り組んだノートの写真なんかを入れるスペース、中段に4段階評価ということで今日の授業がどうだったかという振り返りを丸を置く場所になっていまして、下側が振り返りを記入する文章で書く部分となっています。この1時間に1枚のまとめシートと呼んでおりますけれども、こちらを配ってまず最初復習から取り組むという形にしています。その後教科書の内容へと入るのですが、やはりここも ICT を活用して説明している部分を撮影したり録音したりということで形に残すようにしています。撮影の例をちょっと見てみますと、教卓に置いたカメラから撮影をしております。どんなになる X プラス Y が9、大丈夫ですか。100円 X 枚と50円 Y 枚合わせて9枚だって言ってます。これ枚数のことで大丈夫ですかね。こんな形で保存しておいていつでも見られるようにしています。資料箱というところにデータが保存できますので、子どもたちはいつでも見ることができるという形にしています。その後グループワークへと進みます。グループワークは子どもたち主体でやるようにしています。問題を解くときは私はノートに解かせて、できたらグループで持ってこさせるようにしています。で、私が丸付けをして、丸付けができたら共有ノートというみんなが写真を一度に見ることができる場所に保存させています。このようにしておくと早くできたこのノートを別の子が見ることもできるようになりますし、また私から見ても誰がどこまで進んでいるのかチェックができる。加えて右側の方に掲示板をちょっと用意しておりますけれども、私がみんなに伝えたヒントとか、掴んでほしいこと、それから子どもたちから来たヘルプですね、こういったところをこの掲示板に残すことでデジタル上でやり取りも可能になってくるということにしています。で、最後まとめということで、一番最初に配りましたまとめシートに今日の振り返りを書いて終わりというような流れにしています。これを毎時間提出してポートフォリオとなるようにしているというような授業で考えています。いかがでしょうか。細かく分けてみるとそれぞれの場所で何をするのかっていうのがより明確になってくるのかなと思うのと、それからどういった形で誰が主導となってっていうのも見やすくなるのではないかと考えています。最後に評価についてです。これも因数分解したものを上手に活用して評価というふうにしたいと考えていまして、3観点ですね。主体的に取り組む態度、思考、判断、表現、知識、技能、これを教員側は何で見ているのかということをこのように因数分解したもので示してあげるというようにしています。これを授業ガイダンスで示すことで、主体的に取り組む態度は先生はグループワークで見るよとか、そういった形を伝えることができて、子どもたちにも分かりやすいなという形にしています。まとめ、授業を改善したいと考える際、どうしても1時間全体から見てしまいがちなんですけれども、時には分解して一つ一つに改善や修正ができないか検討していくことは有効な手段じゃないかと思っています。授業デザインはそれぞれの先生方にあって、こんな子どもたちを育てたいとかあると思いますけれども、もう私の場合はこのような形で考えてみました。常に更新を続けていければなと思っております。以上、ICT で数学の授業デザインでした。ありがとうございました。皆さんこんにちは。A フリークの石川健太です。今回は進化し続ける ICT 教育への対策と
iPad 値上げへの対策を紹介します。まずは簡単なことから始めようと ICT 教育を開始された学校でも、今後はより高度な ICT 教育が求められているという話をよく聞きます。理由は CBT 方式への対策、デジタルドリルの普及、そして必修化された情報の授業に対応するため、パソコンルーム以外でも課題に取り組む必要が出てきたからです。突然ですが、私が聞いた iPad 用ペンを使う場面トップ3を紹介します。第3位は、 iPad をノートの代わりとして書き込む際に使う。第2位は、デジタルドリルに回答を書き込む際に使う。第1位は、授業中や課題と先生が配布した PDF にメモや回答を書き込む際に使う。続いて、私が聞いた iPad 用キーボードを使う場面、トップ3を紹介します。第3位は、探究学習のまとめや原稿作成をする際に使う。第2位は、今後 CBT 方式が採用される試験の対策を行う際に使う。第1位は、パソコンルーム以外、普通教室や家庭学習でも情報の課題に取り組む際に使う。高度な ICT 教育に対応すべく、ペンやキーボードを導入したい。でも iPad 本体、ペンやキーボードの価格が高くなって、そんな悩みはございませんか？そんな先生方におすすめの安心品質低価格のペンやキーボードを紹介します。こちらの表をご覧ください。2023年春は、2022年に比べ、各製品20%から25% 値上がりしています。前年と同じ商品を購入した場合は、保護者負担が16,400円も増えてしまったことがわかります。一方で、ネットショップ等で安価なペンやキーボードを購入した場合、耐久性がなく、在学中に何度も買い替える必要があるため、結果的に割高になってしまうといった話をよく聞きます。価格上昇にお困りの際は、ぜひ A フリークのペン、キーボード一体型ケース、フィルムの3点セットを候補の一つとしてご検討ください。実際にご利用いただいている学校の先生方からは、iPad 本体を守れるキーボード一体型ケース着用後は iPad の破損率が 10% から 2% に下がった、スタイラスペンは Apple Pencil と遜色ない書き心地である、キーボードは論文を作成する際、そして社会人になった際の必須アイテムである、といった声をいただくことができました。他にも生徒が所有するペンやキーボードの機種が統一することができ、かつ iPad 導入におけるトータルコストを抑えることができるため、保護者にも安心して案内することができたとの声を多数いただいております。ありがとうございました。はい、ということで2週にあたりまして、多治見西高等学校附属中学校の小木曽健吾先生のプレゼン、お聞きしたくてもいかがでしょうか。とても興味深い事例でした。ICT の環境さえ揃ってしまえば、都市部でも地方でもそのような差があったとしても一瞬で埋まるんだなというふうに思いました。そうですよね。また後編では、小木曽先生の数学の授業実践を因数分解してお話しいただいたんですけども、特にまとめシートっていうカード1枚にまとめて授業をやる、これ参考になりましたね。はい、あれ私も本当にもう目から鱗というかびっくりしまして、もう一覧性がある形でその何をどう学んでいって、で言ってしまうとどのような
形で自分たちが勉強したかっていうの形になるっていったものは本当これ活用していくべきだなと思いました。ですね、特にまあこの e ポートフォリオとしても使えるっていうところをぜひ真似していきたいですね。ね、本当すごいですね。はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.